スやりまするー。やることやってからやってちょうだい。そんなわけで今日はダイパで初めに選ぶ3匹の相棒たちのパンを作っていくぞい。ダイパはやったことないんだが、この子たちは何だったかな。炎タイプのヒコザル、水タイプのポッチャマ、草タイプのナエトルだよ。パンの材料はシンプルだね。これに着色料が入るよ。パン自体は結構簡単。材料を測ってこねるだけだよ。材料の詳細は下の動画説明欄に載せておくのぜ。雪印バターは 10g でメモリが書いてあるから切るときに楽ちん。これはドライイーストと抹茶。分量の水であらかじめ溶いておく。かりんちゃん、以前ピカチュウのパンを作ったときにドライイーストの重さが間違えてると苦情が入ってたよ。その視聴者さんはかりんちゃんがドライイースト 30g って書いてたから、そのまま作って失敗したらしいよ。30g じゃなくて 3g でした、すいません。いや、あのピカチュウのパンを作る人がいることに驚きだわ。ドライイーストが10倍入ったパンがどんな風になるのか気になるドン。むしろ食べたいドン。かりんは時々間違えるから参考にしたレシピを貼っておくので、そっちを見てくれなので。あれ、私信用ないな。まあいいか。生地は表面が滑らかになるまでペチペチする。まとまったらバターを入れてまとまるまでこね続ける。引きこもりなので次の日は筋肉痛になりました。またゆるゆるになるけど、こう足さずに伸び伸びー、ペチペチ叩きつける。 500g ずつ3つに分けました。この中から好きなのを選ぶ。私はチコリータに似てるナエトルが気になるのぜ。ナエトルっぽくなるように黄色、黄緑、茶色の3色に切り分ける。黄緑は抹茶味なのぜ。抹茶を足して足して。茶色部分はココアパウダーを水で溶かして加えるよ。ポッチャマは白、黄色、水色と青の4色に切り分ける。お猿さんは白と茶色の2色だよ。50分25から28度で1時発酵する。発酵したらペチペチガス抜きして広げて3つに折って、3つに折りたたむ。そしたらばこれを50分また温かい室温に放置して発酵させる。倍くらいに膨らむのぜ。その間に見てちょうだい。今回のためにパン焼き角型を買っちゃった。引くから油は隅までたっぷり塗っておくよ。まずは新大図鑑番号1番のナエトルさんから敷き詰めよう。ナエトルっぽくなるように端っこまで敷き詰めてるよ。ちょっと寒くなってきたから40度のお湯に40から50分つける。蓋の近くまで膨らんできたら蓋をする。パン焼き型の中にお湯が入っちゃったー。いやー、中がどうなってるのか心配だわ。210度で30分焼きました。落ちろ落ちろ。おお、これはナエトルさんなのぜ。すっかり暗くなってしまったんだわ。お猿さんは白と茶色の2色を重ねるだけだから一番簡単だよ。で、目を見たら焦げましたー。蓋をしなかったら膨らんで焦げちゃったのぜ。ポッチャマが一番難しい。そもそもなかなか青色に染まってくれない。染まらなすぎて最終的にナエトル手余った抹茶を加えたよ。まだらだし、食欲うせるブルーレット。おはようございます、朝になったからパン食べよう。これ2日かかってるんかい。さて中身はどうだ。普通のパンにしか見えないわよ。ナエトルさんは3色が美しいね。ちゃんとナエトルさんしてるのぜ。さて一番難しいポッチャマはどうだ。ポッチャマ、ポッチャマなんか形変よ。いや、真ん中は綺麗にできてるのぜ。ペンギンパン。抹茶が綺麗なナエトルパン。美味しそうなのぜ。そしてなんかよくわからん普通のパン。パンに塗る用のチョコレートクリームが売ってあったから買ってみた。ホワイトチョコで光を入れると可愛いす。ナエトルはチョコで茶色の髪を足すのぜ。お猿さんはジャムで目の周りの赤色を描く。なんじゃこりゃー。ひどいぐちゃぐちゃじゃん。今のは練習だからここからが本番だよ。よしよし。それではー。ダイパ御三家食パンの完成ー。ナエトルの頭に草が生えてるのぜ。あれはローリエだよ。ムムベイリーフちゃんが生えているのか、よく似合ってるのぜ。それじゃあ、ポッチャマいただきます。普通の食パン。チョコソースうまい。これは減塩のために私が有塩バターで塩を足さずに作ったからこんな感じなのかな。旦那が動脈硬化を医者から指摘されてるから減塩中なので、 R 保険金ちゃんとかけときなさいよ。なんか自分でかけてたよ。ナエトルさんいただきます。ナエトル美味しい。もともと抹茶食パンのレシピだからこれ合うわ。カリンは抹茶好きだからな。ま、でもこの子はジャムやらソースかかってるから。フランボワーズソースとチョコレートソースが合う合う。では美味しさ部門優勝は？ヒコザル君に決めた。みんなもポケモンゲットじゃぞ。それで次回は何を作るの？次回月曜日は、先週から話していた天空の城ラピュタのシータが作る謎シチューを作るよ。前からリクエストが多かったのよねー。チャンネル登録して待っててねー。グッドボタンを押してもらえると頑張れるのぜ。それではここまでのご視聴、ありがとうございました。
300億売ってください。ジャブジャブ。